ピザお届けできます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、今日は今2人でお留守番中です。はい、2人でお留守番中です。ももとかもね、今いなくてね、すっごい寂しいけど、でもね、喧嘩してないから、サイと一緒に喧嘩してないからいい感じなので、今日はたくさん遊んでいきたいと思います。はい、ということでね、今ね、私としの以外ね、家族全員今ちょっと出かけてて、多分夕方、あ、でもチロはいます。そうね、で夕方くらいまで多分帰ってこないと思うので2人きりですね。でお昼とかもね、2人きりなので、そう、ももがお弁当作ってる、はい、まあ、休日ブログということで撮っていきます。じゃあ今から何しますか？とりあえずメーカーさん準備します。はい、準備しましょう。はい、準備してください。そう、今ねテレビ見てたんだよね、しのね。今からしののね、あのメイクごっこに付き合ってあげたいと思います。こんにちは。こんにちは。予約したしのです。はい、しの様ですね。少々お待ちくださいませ。じゃあここにですね、お名前を書いてください。じゃあ終わったらね、消毒もしてくださいね。ちゃんと消毒大事ですか？はい、はい、はい、そして消毒もお願いします。はい、当店では消毒のご協力をお願いしてまいりますので、あのぜひ消毒にご協力お願いします。はい、どうしますか？メイクはどのようにしますか？んー、ちょっとナチュラル系。ナチュラル系、はい、ということで、はい、皆さんこれナチュラル系に今回はしたいと思いますので、はい、どういうお仕事をされているんですか？今はYouTube っていう楽しい、はい、楽しいお仕事をしてます。そうなんですね。今何歳ですか？8歳です。8歳ですか、すごいですね。誕生日はいつですか？2月の24日です。おー、2月24日ですね。確認します。おー、かわいい。なんかレンついてるね。ついてるね。では反対側もやっていきますね。気持ちいい。わあ、面白い。はい、というわけで、まあ、ただいまの時間は11時39分くらいですね。はい、で、お昼ご飯っていうか、もうお腹空いたんですけど、お昼ご飯まで多分あと20分くらいあるので、お昼ご飯はめっちゃ楽しみです。はい、で、お会計ですね。はい、しの様は、5000円かかります。500円。あ、すいません、今回のメイク代500円となります。ね、ワンコインですね。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、またご来店お待ちしておりますので、はい、はい、これにてメイクは終了となります。おっと、戻ってきた。あ、来て来て、あ、戻ってきた。あ、戻ってきました。あ、戻ってきた。あ、戻ってきた。戻ってきました。はい、こっち見てください。おい、目つぶって。こんな感じですね。目つぶって、ずっと。あ、いいですね、いいですね。はい、こんな感じですね。はい、ということで今から食べるんですけど、あれだよね、ちょっと、ね、ゆっくりしすぎたね。うん、ということで今の時間は12時20分くらいになっちゃいました。いやー、美味しそう。じゃあ、口焼きかな。ということで今から早速食べよう。はい、よし、食べよう。ということで、せーの、せーで、いただきます。入ってない、まあいいか。食べます。お弁当って美味しいよね。うん、いくよ、食べちゃうよ。いいよ。なんで美味しいんですか、お弁当って？わかりません。お弁当って美味しいよね。うまっ。うまい。うん、ではいただきます。超無駄な卵焼き冷めてるけど美味しい。うん、いただきます。うん、うまっ。めっちゃうまい。最高。うん、ほんと。ママにこれも食べていいって言われてたんだ。そうだ、お弁当の余り物も食べていいよって言われてたから、
手に取りましょう。ということで、無事ね、お昼ご飯は食べましたね。はい、ね、めちゃくちゃうまかったよね。うん、では今から早速マリオカートやっていきます。はい、というわけで今しのとねマリオカートをしていたんですけれども、終わりました。はい、今からリカちゃんで一緒に遊びたいと思います。なんかさ、これ思ったんだけどさ、私がしのの言うことを一方的に今聞いてるみたいになってるんですけど、とりあえずね、なんかしののねお相手をします。はい、準備しよう、準備しよう、運ぶの手伝って。いや、待ってます。ここで遊ぶからには待ってたいと思います。はい、なんかちょっとよくわかんないんですけど、これで準備ができたみたいです。こんな感じで今からしのの相手をしていきたいと思います。はい、ということでちょっとね、今しのが満足したみたいなので片付けてます。片付けてるしのちゃんです。ピースしてください。ちょっとそこにあげて、そこにある。さあ、これが取れるかしら。取れない。取って、頑張れ。そこにあるリュックを掴み取れ。いけ。はい、取りました。最初の約束なんですけど、遊びに付き合う代わりに片付けとかは全部一人でやるんだよっていう約束のもとね、遊んでいるので、はい、片付けはしのに頑張ってもらってます。はい、ということで今の時間は3時20分くらいです。お腹すいた？私お腹空いてないんだけど、しのがおやつを食べたいっていうので、ちょっとね、しのにはお菓子をつまみ食いしてもらいたいと思います。今おやつを食べてます。はい、しのからこれもらいました。なんかチョコのクッキーだよね。うん、しのさん、はい、ちゃんと体を起こしてみてください。さっき動画撮らなかったらめっちゃダラーンって言って。はい、体ら食いしないんだぞ。はい、今おやつの時間が、はい、でもね、なんかずっとゆっくりしてたね。うん、うんって感じで、もう5時になっちゃったんですけど、なんか3時からやっても2時間が経ったんだね。そうだね、シナはもう相変わらずゆっくりしてて、ママからは5時半くらいになりそうですって来てたので、あと多分30分くらいで帰ってくると思います。はい、ということで、まだゆっくりする。うん、はい、2人でいるとこんな感じだね。うん、2人でいるとぐちゃぐちゃして楽しい。はい、ということで今ママが帰ってきてくれました。ということで、私めちゃくちゃ疲れました。もうね、ほぼ1日ね、もうなんか2人でお留守番じゃなくてシノの子守りみたいな感じで、私はめちゃくちゃ疲れました。シノはどうだった？超楽しかったです。お弁当がすごく美味しくて、お弁当めっちゃ美味しかった。うん、良かった。今日は一番卵焼きが美味しかった。はい、という感じで2人でのお留守番はこんな感じです。この動画がね、どう編集されてるかわからないし、私的にはお蔵入りやと思うんですけど、まあこんな感じでしたね。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。